パコ・ヘメスコとフランシスコ・ヘメス・マルティンは、スペイン・ラス・パルマス・デ・グラン、カナリア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元スペイン代表。現役時代のポジションはディフェンダー。現ラージョバジェカーの監督。選手時代は長髪をなびかせた、屈強なセンターバックだったが、指導者としてはスキンヘッドで、攻撃的なパスサッカーを信奉することで知られる。父親は、フラメンコ歌手である。 カナリア諸島のラスパルマス生まれだが、幼い頃に、本土のアンダルシア州に引っ越した。1989年に、コルドバ CF でデビューを果たし、1992年に、移籍したラアージョバジェカーノでプリメーラディビシオンデビューすると、1992から93シーズンは、リーグ戦、全38試合に出場。1993年には、デポルティーボラコルーニアに、 移籍し、デポルティーボは1993から94シーズンと1994から95シーズンの2シーズン連続でリーグ戦2位となったが、パコ自身は2シーズン合計で10試合しか出場できなかった。1994から95シーズンにはコパデルレイで優勝し、1995年にはスーペルコパデエスパーニャで優勝。年には レアルサラゴサに移籍し、2000から01シーズンには再びコパデルレイで優勝。サラゴサでは6シーズンでリーグ戦1 6 8試合に出場した。2004年に1月から6月には再びラージョでプレーした。2004から05シーズンはサッカーから離れたが、2005から06シーズンはテルセーラディビシオンの CD ルーゴでプレーし、36歳で現役引退した。 1998年9月23日、グラナダで行われたロシア戦でスペイン代表デビュー。2000年には UEFA ユーロ2 0 0 0に出場し、レギュラーとして3試合に出場したが、スペインは準々決勝で敗退した。2001年4月25日にコルドバで行われた日本との親善試合が代表でのラストゲームとなった。2007年に指導者の道に入り、 カブリーグの RSD アルカラ監督に就任。2007年には、セグンダ・ディビシオンのコルドバ CF 監督に就任したが、11試合を引いただけで解任された。2009年初頭には、セグンダ・ディビシオン B の FC カルタ・ヘナの監督に就任し、就任初年度の2008から09、シーズン終了後には、クラブ史上初のセグンダ・ディビシオン昇格を果たしたが、 パコは2009年7月にクラブを離れた。2010年4月12日、セルギー・エクレシッチ監督の解任に伴い、セグンダ・ディビシオンのユーリラスパルマス監督に就任。成績不振で苦しんでいた故郷のクラブを17位に引き上げて残留を果たした。2010から11シーズンを続けて指揮を取ったが、2011年2月27日に解任された。 2011年夏には再びセグンダ・ディビシオンのコルドバ監督に就任し、前年度は16位だったチームを過去37年間で最高位の5位まで引き上げた。プリメーラ・ディビシオン昇格プレイオフに出場したが、プレイオフ準決勝でレアル・バラドリードに敗れた。2012年6月24日、プリメーラ・ディビシオンのラージョバ・バジェカーノの監督に1年契約で就任。ラーヨは、 倒産法の適用下にあり、家中の栗を拾う形となった。全シーズンに主力として活躍した道ヤジエゴ・コスタなどがチームを離れ、就任時には13人の選手しか残っていなかった。しかしこの就任が転機となり、2012から13、シーズンは、カイクラブが取りがちなカウンター戦術ではなく、ポゼッションを重視した超攻撃的サッカーを展開、フォーバックが、 主流のリーガイスパニョーラで時には、スリーバックも用いる異端ぶりで、リーグでワースト3位となる66失点を記録するも、50得点を上げ1部リーグで、クラブ史上最高の8位と躍進させる。しかし、倒産法の管理下で、年間予算が最低ランクのクラブにあって、選手の売却は宿命であり、活躍した選手を引き抜かれる一方、 獲得する選手は自由契約の選手ばかりで、毎年、大量の選手の入れ替わりが余儀なくされる中でも、超攻撃的サッカーの方針に揺るはなく、2013から14シーズンはリーグワーストの80失点を喫すも、そのシーズンは12位で余裕の残留を果たすなど、指導者としての評価を確立させた。続く2014から15シーズンもリーグワースト体の68、 失点を記録しながら前年上回る11位で早々に残留を決めるという結果を残し、次期スペイン代表監督候補にも名前が上がるほどの評価を得た。2015年5月に契約を2016年6月までに延長。しかし2015から16シーズンは超攻撃的サッカーの代償である守備の問題を改善できず、さらに、 主力選手の負傷も重なり、リーグワースト2位の73失点を記録18位でセグンダ降格が決定した。降格時にもサポーターから理由を求める声援が送られるなど一時は続投の意思も示していたが、RCD エスパニオールやバレンシア CF などの監督就任も報じられ、2016年6月20日、中国資本に買収された、 グラナダ CF の監督就任が発表された。しかし、開幕6試合で未勝利かつ16失点と、ここ70年間で最悪のスタートとなったことが響き、9月28日に解任された。2016年11月28日、メキシコリーガ MX のクルス・アスルの監督に就任。二千十七年十一月十七日、クラブとの新契約を拒否し辞任した。 2017年12月21日、シーズン3人目の監督として、ラスパルマスへ復帰。ありがとうございます。